初めての旅行は夏のゲロでした。間近で見る滝はただひたすらに美しくて、自分で採ったトマトは果物のように甘くて、森の音を聞きながら流しそうめんを食べて、アユは小さい私にはまだ早くて、初めての夜更かしはとても楽しくて、でも眠くて、温泉入りたかったな。この思い出はずっと綺麗なまま。